おいみんな、前回さ、草人チャンネルの年齢別視聴者層を見せたらこんなコメントが来ましたな。男女比も気になる。この最後の絵文字はバカにしてるな。草人チャンネルは女性の視聴者層いないと思ってんだろ。なんです。草人チャンネルはこう見えてこの1年で女性の比率だいぶ上げましたからね。君たちにお見せしたいと思いますよ。一瞬だよ。あまり長く見せないから一瞬だよ。サムネ映えガボンの雪原こちらこそ行ってみよう。ガボンが、ただ多すぎ多すぎ多すぎ、ガボン多すぎるでしょ、さすがに。ちょっと待って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 、仲間割りすんなって、殺し合うなって、命がもったいない、サイコパス。なんでお前ら兄弟殺しといてそんな顔できるわけ。もうちょっと神妙な顔つきになってくれや。なんでそんなブスなん。これさ、ハリボテクリボンを取らずに行って雪玉に乗っていきみたいな感じでしょ。雪玉ちょうだい、そう、それや。はい、ありがとう。草人チャンネル、もしも1の1の足場が不安定になったら、お足場不安定、ちょっと待って、落ち着け、お前ら落ち着け、お前落ち着けって、ちょっと怖い、ちょっと石持ってないこいつらね。ちょっと俺についてきてくれんじゃん、ありがとう、すげえありがとう。これショートカットちなみに入れる、入れんだ。こっちももしかしてあいつらついてくんじゃねえだろうな。いんのかいお前ら、落ちんのかい俺。これちなみにさ、ここにアイテムは入ってんのね、ちゃんと。オッケー、任せなさいってことで。ちょっと待って、お前らちょっと意思疎通取れてんね、ちゃんと。リーダー誰この子は。や、もうどの子かわからん。俺がこの子って言った子どこだ、こいつか、わかんねえぞ。オッケー。あー、ねえ、ちょっと男子、みんな集合して、草人のことを落とそうとしたやつ誰、今すぐ手あげな。みんな怒んないから、今だったら手怒んないから手あげな。総研の女子だよな。クラス、中学高校で一人はいたよな、そういう感じの女子。でも大人になったから思うから、思うけどさ、あの子もあの子で苦労してたんだな。ああいう子で大体クラスの男子みんなに嫌われんだけどさ、あの子あの子で、クラスまとめようとしてたんだよ。だから、そういう子にも、気遣ってくれるな、男子。誰目線だよ。草人チャンネル。ツボ男、こちらこそ行ってみよう。ツボ男、こっそりやっていきたいと思いますよ。みんな、ちなみにツボ男って見たこと、やったことあるかな。俺ね、今までツボ男ってやったことないんだけど、どんな感じのコースなのかね、大体、なんとなくわかる。なんか、ツボに入った男が崖登っていくみたいな感じでしょ。詳しくは知らないからみんなコメント欄で教えてくれな。ということでやっていきたいと思いますよ。おい。あ、一段一段行かない方がいいわ、これ。こういうことだ。はいはいはい、余裕です余裕です。みんな、焦んな。草人やで。なあ。あの、民バト最強クラスの草人やで。こんなのでミスるわけないやん。草人ね、民バトでこういうコースいっぱいやってきて、余裕なんで、余裕なんでーす。はい、ありがとうございます。はい。ちょいのちょいで、行きたいと思いますよ。はい。ポイント。みんな何も見てないよな。草地にここのとこ調子よく来てるよな、みんな。そうだよな。あ、それはきつくないか。こっから行ける。なんだよ、楽勝じゃねえかよ。ちょ、待って、氷つき。はい。はい。あ、怖いね。こうやってしまえば楽勝なんだよ、氷まで。一回ジャンプ入れちゃえばね、そんなに難しいことはない。はいやー、はいよー、はーいよ、オッケー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 、はいはい、おーし、来てる来てる来てる、うわ、きっつ。みんな、天才草人の掛け声が足んなかったじゃねえか、みんな一緒に、せーの、天才草人、あ、天才草、凡人草人、あ、凡人草人、天才草人、あ、天才草人、今のところ凡人かと思ったら天才でした。ごめんなさい、皆さん、凡人で、凡人だと思わせてごめんね。天才ってそういうものなの。ノワールはたかは爪隠すもんなのよ。ごめんな。こういうことでしょ。はいはい、わかった。こういうことだよな。はいはいはい。これも、こいつでいきま、ちょちょ、焦んな焦んな焦んな。草人焦んな。ゆらーゆらー。ゆらー、え、むず。こういうことなんですよ。そうなんですよ。で、こういうことなんですよ。それ行くんですね。一発で行けちゃうのよ。なるほどね。タス乗りでやれってことか。任せなさい、草人がね。ちょちょいのちょい、これクリアしたよ。みんなでよくこうやってタス乗りでゴール待ちして。むずっ。あっち側行きたい。あ、無理だ。これは無理だわ。ありがとう。草人チャンネル。クイズ、音遊び、お手本の音を聞いて同じ音を選んでね。チョロキとキョウキョ、ちょっと待って、草人だったら余裕じゃねえか。幼稚園の頃ピアノ習ってカエルの歌弾けるようになったら草人だったら余裕じゃねえかな。はい、ということで音遊びコースやっていきたいと思いますよ。ここのね、あ、そういうことで俺音感ゲームだと思ったら、この音符ちゃんの喘ぎ声を聞けってことで、あれで任せなさい。俺がどんだけ音符ちゃん、3年間も音符ちゃんの喘ぎ声聞いてきた、違います。音符ちゃんそんなね、ダサい声出さなさい。うん、うん、うん、これです。音符ちゃんの愛が、これ俺がどんだけいろんな声聞いてきたよ、音符ちゃんの。はい。
3年間どれだけ俺がね、音符ちゃんにね、踏んづけてきた、音符ちゃんのこと踏んづけてきたと思ってんの。そりゃ音符ちゃんだっていろんな声で出してきますね。違います。音符ちゃんはね、ちゃんとね、こう、びっくりした後に、ちょっと豚の真似をして、OK、ここだ。あ、違う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 。はい、びっくりした後にちょっと豚の真似して、おちょろけた後に花開きます。そういうことです。音符ちゃんはそういう可愛らしい一面がありますね。皆さん覚えておいてくださいね。音符ちゃんはね、そこらのね、か弱き女性とちょっと違いますんでな。全然聞いてなかった。じゃあ、今のところだったら全然聞いてなかったぞ。ちょっと。わかんねえ。あ、合ってんのかい、これで合ってんのかい。ちょっと、ここに入れってことだ。ちょっと次はちゃんと聞くわ。叫んで、光出て、花吹雪、なんとかね、オッケー。叫んで、光出て、花吹雪。叫んで、花、あ、これや。もう完全にこれ。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ良い楽勝で、もクリア率がね、7% くらいだったから、あ、構成ってことな。結構難しいと思うんだよね。それでもいけてるぞ。キラーブー音符よ。花火。キラブ音符花火、オッケー、任せなさい。じゃあ、キラブ音符花火だと。キラブ音符花火。これや、うわ、来たぜ。ここからまた難しくなんだろうな。なんじゃこれ。あ、全部同じじゃん。こいつポンだし、アン、ポン、アン、ポン、キラーンでな。あ、楽勝じゃねえか。え、これ楽じゃねえ？楽な気がするぞ。え、そういうこと？え？え、わかんねえ。いや、音符2個だった気がすんな。これか？よーし、ありがとう。よし。あ、こいつ持って、マジで言ってる。こいつらの、ちょっと待って、敵たちの鳴き声聞けってこと？な、あ、わかんなかった。ちょっと一回しかチャンスねえのか。クリボー最初花開いてんだ。クリボーちゃんちゃん花開くから。わかんねえ。いやー、わかんねえ。これでいこう。うわー、花火キランブーは踏んだ。これか、花火キランブーは、花火キランブーは。よーし、これだわ。やっとできた、花火キランブーは踏ん。まだあるの？マジで言ってる？何？どういうこと？え、どこにあった？ヒントどこにあった？え、ヒントがどこにあったの？わかんなかったよ。どこだよ、ヒント。意味わかんねえ。合ってた！奇跡起きたよ。ちょっと待って、こっち来る。奇跡起きた、みんな。ちょ。え、なに、どういうこと？なに、これだけ？んだよ、意味ねえじゃねえかな。あんなもんかよ。あえてください。ありがとうございます。草人チャンネル、ありへん仕様無効技、こちらこそ行ってみよう。はい、ということで、一回ダメージを受けないでゴール。この猫ちゃんを取って、あそこのハンマーを取るってことだけど、ダッシュボードがあると、いけちゃったよ。ねえ。え、簡単にクリアできちゃった。いや、多分ね、制作者そういうことが言いたかったんじゃないと思うんだよな。みんなタイトルがね、ありへん仕様無効化って書いてあったから、おそらくね、このダッシュ機能を、ありへんを使うことで、こうやって、今みたいに、ありへんを使って無効化させて、ハンマー取るみたいなのが正解なんだろうけど、すまん！制作者すまんということでね、一応ね、演技でショート動画用に、ちゃんとそのやり方でクリアしたいみたいと思います。一回もダメージを受けないでゴール、余裕じゃん。え、ハンマー取れないんですけど、猫ちゃんだとここの壁壊せないよ。どうやってハンマー、ダッシュしちゃってハンマー取れないんですけど、どうすればいいの？わかったぞ。猫ちゃんは引っ掛けて普通に行けば降りることができるわけないですよね。ということは猫ちゃんで引っ掛けながら行くといけるとか、そういうことではない。こんな無理じゃん。天才しかクリアできないじゃん。みんな、もしかしてだよ、まだ隠しはないんだけどさ、ありへいちゃんがこっちに来た瞬間にダッシュボードでありへいの場所行って猫をしゃ、いけそうじゃない？これ、こんなのすぐに気づく人っているんですね。天才がここにいたんですね。